そろそろ寝ようぜ。明日から店も手伝うんだろ。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。あれ取り込み中？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。空気読める人大好き。あんがとね。久しぶりだね。本当に久しぶり。私もそうじゃなくて、気づいたら彼氏が少年院行きで、出てきても音沙汰なしって、いくらなんでもマイペースすぎるっての。素直に謝られるという思い、まあ無事だったからよかったんだけどね。はい、じゃあこれ仲直りの印に。結構いいやつだからね。仕事の方だけど結構順調にやってる。この前ね、会社から政治部に戻れって言われたんだ。あの記事のおかげで発行部数に貢献したからって。まあ君のおかげでもあるんだけどね。私の活躍これからも隣で見ててよ。で、どうかした？そっか、隣離れ離れになるのに迷いはないって顔しちゃって。ありがとう。でも無理はしないでいいからね。今度はいつでも連絡取れるんです。やっぱり君なんか雰囲気変わった？お勤めしてきたせいかな。それとも他に何かあった？ま、詳しい取材はやめとくよ。変わったといえばさ、私もかも。今まで仕事第一って思って生きてきたけど、でも最近は仕事と同じくらい大切な人ができたんだよね。その誰かのためだったら何だってしてあげたいって思えるんだ。さあ誰だろうね。離れてたってそばにいるから。たまには私のことを頼んなさいよ。ちょうどよかった。お前に客だぞ。朝からごめんね。よければなんだけど、これ受け取ってもらえるかしら。君にはお世話になりっぱなしだから、そのお礼にと思って。バレンタインついでって感じになっちゃって申し訳ないけど、礼を言うのはこっちよ。朝っぱらからこんな美人にチョコもらえるなんて、お前も幸せもんだな。昨日はさすがに本命がいるだろうからって思って、こんな形で渡すことになっちゃったけど、許してね。そろそろ行かないと。押しかけるような真似してごめんね。もちろんこれだけで
今までの礼を返せたとは思ってないから。それじゃあね。昨日って女子が好きなやつにチョコあげる日だったんだろう。なあ、よかったのか。我が輩は紳士だから。なんか気になっちまってさ。お前何やらかしたんだよ。店の外にいんの。ありゃもしかして。うわ、他にも本命いるんだ。心配したのに。昨日覗いたら誰かと。最低。元気そうだね、夜行性のモルモット。昨日の電気は消し忘れ。先輩のこと疑ってるわけじゃないんですよ。でも何かやましいことがあるなら話してほしいです。わざわざ持ってきたんだけど。チョコ。チョコ遠慮しなくていいんだよ。チョコ食べてもらえませんか。なんとか言えよ。女の敵。ただじゃ置かないから。あんまりです先輩。俺買い物の途中だったんだ。ごゆっくり。生きてたらまた会おうぜ。これやるから元気出せ。しかし説得すんの骨が折れたわ。遅くまで店の手伝いしてもらった。バレンタインに気づかず悪かったな。のろけはいつも聞いてるよ。あいつの本命は嬢ちゃんだけってな。ようやく納得して帰ってくれたよ。ったく、きっちり口裏合わせろよ。俺までいいのか。なんならはず。そういや明日だな。ほらホワイトデーだよ。明日だろ。バレンタインデーの時はまあいろいろあったしな。ここは汚名返上ってことで何かねえとな。で何か算段はあるわけ。さすがにプレゼントぐらいは用意してるんだろ。
くお前はずぶといというか抜けてるというか仕方ねえ。じゃあとっておきのデートプランを教えてやる。さて、まずは店の予約だな。ご主人から聞いた店、覚えてるか？いよいよだな。早速花を買いに行こうぜ。もしもし、どうかした？今から？随分急だね。でもま、彼氏のお願いなら聞きましょう。仕事切り上げて向かうね。品川っていうからなんだろうと思ったけど、アクアリウムか。あんまし柄じゃないけどいいね、こういう場所も。前に都内のデートスポットの記事を書かされたことがあったんだけどさ、その時はこんな魚なんか見て何が楽しいんだろうって思ってたけど、今日やっとその意味が分かった。つまり恋人と過ごす時間は特別ってやつなんてね。ちなみにこれってホワイトデーってことで誘ってくれてんだよね。なんだよ、可愛いとこあるじゃん。でも実はちょっと期待してたんだ。なんて。展示はここまでみたいだね。じゃあ次は大人の飲み会タイム。あ、君はもちろんジュースだけど、何食べよっか。そうそう、もう場所は。そうなんだじゃあ今日は君に任せちゃおうかな。へえ、君ってばなかなかやるじゃん。真顔で言われると冗談なのか分かんないって。さっきお店に案内された時も慣れた感じでエスコートしてくれちゃってさ、こんなの惚れ直しちゃうよね。お礼言うのこっちだって。あ、ちょっとごめん。お待たせ。皆様、今日という特別な日に当レストランへお越しいただきありがとうございます。ささやかながら今宵が皆様にとって忘れられない日になることを願いまして。なんか始まるみたいだね。すごい。私にだよね。ありがとう。もうちょっとこっち見ないで。絶対顔にやけてるから。だって私に花だよ。こんなのもらったの初めてだし。いや、それ予告しちゃダメなやつじゃん。でも嬉しい、ありがとう。ああ、私めっちゃ翻弄されてんな。相手高校生だってのに。でも君の場合もうそういうの関係ないか。部長の問題の時も今回もいつも誰かのためにって行動してさ、
そういうとこ普通に尊敬する。あのさ、覚えてる？私と付き合った時に言ったこと、君が飽きるまで一緒にいるって言葉、あれ撤回する。だって要するに私が飽きられない女になればいいってことじゃん。君の将来がどんだけ眩しくてもさ、私もそこにいたいから。覚悟しといてよね。んじゃま、まだ時間もあることだし、もう少しだけ一緒にいよっか。おう、お前いよいよ明日出発だな。に会うのなんか新鮮じゃない？じゃあまずは出発祝いにパーッと酒でも行きますか。うん、待ってるよ。君と一緒に飲み明かせるの楽しみに待ってるかね。実はさ、カヨの件そろそろ記事にしようと思ってんだ。指導があんなことになってからネタが出るわ出るわで、仇が取れそう。君が頑張ってくれたおかげだよ。なんていうか、もはやパートナーだよね君。いろんな意味でさ。あ、ほらこれ、一緒に奮闘した記録。はあ、これで君ともお別れ。つまんなくなるな。いや、君のことだし、地元でも何かやってくれんじゃない？いわゆる記者の勘ってやつだから、君は永久に私の取材対象ってことで逃げられると思うなよ。